オードによって倒されたが、さらに多くの兵が蒙古の船に乗り込み、対馬侵奪を巡らしていたのだった。クロードは水軍の一つを奪い取り、それを弾みにスクバタール勢を滅ぼさんとする。船乗りを打ち倒し、クロードは船を沖へと走らせる。クロードに船頭はいらない。海の神が船を進めるからだ。沖津風が頬をはらませ、ハヤテのごとくスクバタールの水軍へと走らせる。檻の中には殺されたばかりであろうムクロがある。その者たちの魂は悲しげに灯籠に照らされていた。最後の敵を倒すと、近くの檻から悲鳴にも似た声が聞こえた。哀れな魂は霧の中に消えていった。するとクロードを足止めしようと
別の船が追いついた。クロードめがけて容赦なく火の矢の雨を降らせる。人の影が見えぬ甲板には灯籠だけが怪しく揺れていた。しかし目を凝らすと霧の中に資料兵が潜んでいる。何も生まんが構うものか。船に静けさが戻った。クロードに戦いを挑む資料兵はもういないようだ。クロードは己の船に戻り先を急いだ。クロードが目指すのは残る資料兵の水軍、そして隊長スクバタール。クロードよ、ここでは逃げも隠れもできまいぞ。海とは情けなど通用せぬ場だ。さあ我が自慢の。クロードが降り立ったのは海賊たちの隠れ家。近辺の海賊たちがスクバタールに仕えるためこの地に集まっていた。スクバタールが対馬を制した暁には金銀財宝と住処を約束したのだ。古びた船着き場の先には水中の岩に乗り上げた船の墓場があった。船の上にはスクバタールに操られた猛虎、浪人、賊の資料兵が待ち構えている。
成仏し、スクバタール勢の力が弱まる。風と共に消えていった。クロードは族の資料兵を全て打ち倒した。
くわ。¡Examinó!
あ、助かった。離れていく。クロードは勝利の喜びをかみしめたが、イオとの決戦が迫っていることは明らかであった。